はい。サダでございます。上司が教えてくれない以語のコツ。今日はアンケート調査に快くもた答えてもらうコツということで、えー、電話ですとかテレアポの中で、アンケート調査、電話調査ですね、を行うときのアプローチ方法についてですね、解説をしていきたいなと思っております。ご相談内容が、アンケート調査で決済者やオーナーにつないで、快く答えてもらえるような話し方、聞き方、持っていき方を知りたいです。またオーナーにつながりやすい時間帯などもあれば教えてくださいということでご相談いただきました。ありがとうございます。はいでですねえっと、まず、ま 心よくまあ答えてもらえるようにするためにはです、ね、そもそもそのアンケートの目的というところをちゃんと伝えましょうと。 ということですね例えば、あのまあ、採用の調査でご連絡させていただきました、おー,ー様いらっしゃいますかみたいな形ではなくて、何の目的でこの採用の調査を行っているのかみたいなことをまずちゃんと伝えていくということと、その答えることによって、相手にどんなメリットがあるのみたいなこともできるのであれば伝えてあげましょうということですね。なので、お答えいただきましたら、今回の調査結果に関しては、いち早くご報告させていただきますので、ご協力いただけませんかみたいな形。 ですよねまあ、そういった形で理由は何でもいいんですけども答えてもらう、まあ、アンケート自体の目的と相手が答える理由ですよねそこを準備しておくのがまずポイントの1個目というところでございます。でポイントの2つ目なんですけども何でうちに電話かけてんのっていうことを伝えてあげるのも大事と。 ということですね。なのでまあ適当にあのローラル電話をかけてますみたいな形ではなくてあの今回あのホームページと拝見させていただいてとかまる業界の企業様でご連絡させていただいてましてみたいな形で要は何でうちの会社を選んだのかっていうこともしっかり要因として理由として伝えてあげることによって相手が答えやすくなってくるということでございますつな、はい、がりやすい時間帯っていうところなんですけどもこれも業種によって結構まちまちな部分が多いと。 思います例えばあの不動産系であれば河水休みですみたいなところもありますし、まあ、一般の企業であればえっと土日休みだったりとか、まあ、そういうところもあったりとかあと飲食店とかで考えればやっぱランチタイムとか夕方の仕込みとかも純粋にお店に出てたりで忙しいみたいなこともあるので要はその時間帯っていうのはオーナーさん自分が電話をかける相手がどういう日々動きをしてるかなみたいなことも考えていただくと、まあ、つながりやすい時間帯っていうのは見えてくるかなと思います。 であとはそのテレアポであって電話営業したり飛び込みしたりも全部そうなんですけども自分のスケジュールだけに合わせないっていうことですね例えばですけども毎週火曜日はもうテレアポのコアタイムで時間空けてるんでみたいな形で火曜日のこの時間みたいな形で電話かけてたとしてもさっきの不動産業界であればカ数休みですみたいなことになっちゃえばどんなに火曜日自分が電話のコアタイムを取ってたとしても繋がるわけないんですよあえて休みなんでなので自分が電話に集中する時間みたいなことは少しずつずらしていく例えば火曜日の午前中かけたら次午後にかけるとか曜日もるみたいな みたいな形で、自分の電話をかける時間っていうのを常にちょっと意識しながら変えていくみたいなことを考えていただけるとつながる確率っていうのは上がってくるかなというところが今日のアドバイス。 というとことで、今日はアンケート調査で決裁者に答えてもらうコツということでは何、何のためのアンケートなのか、何であなたにかけたのかということをしっかり伝えましょうということと、電話をかける時間は常にちょっと少しずつ変えていく、そうすることに大量の鼻が変わってくる可能性がありますので、その点を意識いただいてアプローチいただければというところが今日のアドバイスでございます。はい、ということで、今日のアドバイスは、アンケート調査で心よく答えてもらうコツということをテーマでお伝えをさせていただきました。今日の動画が参考になった、勉強になったなと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、もちっと押していただけたら嬉しい限りで 本日は以上です。